どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう？今回ですね、サムライカーさんのこちら、じゃん、はい、実写化配役です。はい、実写化、はい、まあ、実はね、でもただこれドラマ化が決まってまして、うん、もうね、はい、始まるんですよね。はい、で、うん、お母さん役はもう決まってるということで、ああ、良い子役は、泉良い子役が、はい、これがですね、うん、なんとね、はい、TOKIO の城島さんがやるっていう、リーダーが、はい、まさかの男性が、うん、まあ本当にこんなこと言いたくないですけど、はい、少々不安です、はい、ちょっとね、はい、なんかなんでなんだろう、それは。めちゃくちゃいい漫画だけに、うん、不安です。そうね、はい、正直ね、うん、なんかコメディに寄りすぎちゃうんじゃないかっていうね、うん、だっていいセリフ言っても城島さんが言ってたらなって思うと、ちょっと、いや、でもそこはパワーあるんじゃない、城島さんも。ただ顔は城島さん似てんのよ。まあ、確か言われてみたらね、漫画のね、うんうん、だからその家政婦の三田園ラインでお送りするってことなんだね。あ、かもね。あ、だから松岡君がね、うん、やってたわけだもんね。でもあれは三田園は男だからね。あれ男なの？男だよ。あ、そうなの、役としても。そうそうそう、男でああいうのをやってるっていう役よ。あ、三田園さんって男なんだ。三田園さん男なの。へえ、うん、なるほどね。怖いよ、だから城島さんは完全におかんですもんね。ああ、じゃあたけし。たけしね、ホームコメディみたいな感じしようとしてんのかな、うん、まあ、だから、まあ、僕はその関西弁、関西人ですもんね、全部、はい、関西弁使える方にしました。永瀬廉君、これあのキングアドプリンスの、あの子ね、永瀬ね、はい、関西弁らしいです、使えるらしいです。ああ、そうなんですか。はい、小学校から高校ぐらいまで関西いたらしいんで、まあ、かっこいいですよね。そうね、永瀬くんね、うん、でちょっとね、あの反抗期らへんの顔も似合いそうだし、うん、いいんじゃないでしょうか。あ、ちょっとね、男前すぎるかな。やっぱりお笑い芸人目指してますから、まあね、そこはもうちょっとこう考えた方がいいかなと思いましたよ、うん、お笑い芸人目指してる、はい、はい、早見もこみち、ちょちょちょ、なんでかっこよすぎるっていうか背高すぎるだろうね。どっちかっつったら痛いじゃないんです。痛いのよ、なんか今日脇腹が。なんで脇腹痛いの？わかんないけど、最近か体の左半身のどこか絶対痛くなるのよ。怖いなぁ。もこみちです。もこみちゃん変だよ。高めからこう絶対痛い、そんなんやんないですから。じゃあ小杖です。小杖ね、小杖は、まあ、だからその関西人縛りでね、僕は、はい、平優奈ちゃん、あの平愛理ちゃんの妹ですね。可愛いし、なんかそのちょっと苦労してる。あれ、平愛理ちゃんって関西人らしいですよ。あ、そうなんだ。はい、うん、雰囲気もなんかいいんじゃないですか。兵庫県です。兵庫、うん、ちょっと地味な感じもいけそうですしね。で、可愛らしいし、いいですよね。どうかな、もうちょっとなんか力強いところが欲しいか なんか目力というかね、力強い、うん、今週ですね、はい、カシーユー。いや、全然ピンとこないんですけど。力強い感じ。カシーユー、うん、力強い、力強い、なんかこう凛としてる感じが風っぽいな。カシーユーさんって女優なの？女優でしょ。カシーユーさんが演技してるってあんま見たことないな。上村勘太郎、カンちゃん、カンちゃんね、まあ、幼馴染の、うん、僕はこちらですね、小滝のぞむくんですね。どなたですか？まあ、これもジャニーズです。ジャニーズウエストの子です。はいはい、関西人なんで。金髪の子ですか？金髪ではないです。なんかちょっと可愛らしい顔してる。ああ、この子か。うん、あんまり見たことないですけど。はいはいはい、なんかドラマだったりとか。うん、まあ、なんか明るそう。うん、ジャニーズ使いすぎかな。もうでもリーダーだからね、やってんのが。私こちらです。はい、平岡優太です。平岡優太、うん、まあ全然いけますよね。まあ別にいいんですけど、平岡優太さんだったら全然いい、ね、合いますよね。合うかな、合う感じはしないですけど。天野、めちゃくちゃ先急ぐじゃん。天野ね、あのここのピン芸人、うん、天野くんやっぱ雰囲気あるんでね、道枝俊介くんですね。これもジャニーズなんですけど、もうジャニーズ、もうジャニーズだけですよ、もうそれは。何これ、リーダーがやってんだから。グローブ座でやってんのこれ。グローブ座でやってるんです。
はい、あのなにわ男子の、まあ、結構子供の頃から出てる子です。はい、どんな話、ここでも俺何回か出してる。あ、この子か、はい、よく出てる。もう身長がぐんぐん伸びたね、うん、道枝俊介くんですね。雰囲気似てるような気すんだよな。天野純って言いましたの名前。僕はこちらです。孤高、はい、って感じね。孤高。孤高のちょっと性格悪そうな感じね。うん、はい。あの根本タスク。タスクさん。孤高な感じするかな。孤高感すごいでしょやっぱり、ね。孤高。うん。孤高な感じする。孤高の感じめちゃくちゃする、ね。なんかどっちかって言ったらフランクなイメージだけどね俺は。孤高ですよね。はい。伊崎ジョージ。お父さんね。はい。お父さんは僕はまあ雰囲気ね、生瀬さんですね。生瀬勝久さん。いや生瀬さんだとちょっともうやばすぎるでしょ。あんな優しくできないでしょ生瀬さん。いや優しいのもできるでしょそれは。もう今もう無理よ。え、今優しいのも無理よ。うるさいのしかできないもん。いやだからもう一回やってもらえばいいですよ生瀬さんに。メガネもね似てますしね、うん、生瀬さん無理でしょ。いや城島さん相手だったらやっぱ生瀬さんぐらい悪が強くないと。怖すぎるわ城島さんと生瀬さん。見たくないわ。いややっぱ優しさって言ったらこの人かな。誰ですか。剣。いやいやいや。剣石黒。あ、まあでも石黒剣、まあ確かちょっと良さそうだな。なんかこれに関しては。石黒剣は。うん。もうだいぶ痩せてもらってね。あ、白い巨頭の時ぐらい痩せていただきます。白い巨頭そんなに痩せてましたっけ白い巨頭。白い巨頭じゃなかったかな。はい。振り返ればやつがいるじゃない。はい、そういうことですね。うん、はい、というわけで変だったな、なんか。はい、というわけで今回ね、はい、まあこういう感じになりました。ぜひね、はい、いや締めようとしてますけど、はい、いやもこみちが変なのよとにかく。いやだってあれですよね、この元お母さんと息子。お母さん、あ、えミスター。何を。お母さん、侍お母さん、お母さんと息子の話。お母さんと息子の話ですけど、東京タワーと間違えちゃった。東京タワー。僕とおかんと、僕とおかんと時々おとん、それの間違えちゃった。それの何。テレビ版。あ、テレビ版かい。テレビ版かい。そんで映画版にしてください。全然分かんなかった。え、もこみち違えてたの。もこみちさん映画版だと。だって小田切城だから、いきなり小田切城無理だから。いやいやいや、もこみちも無理よ。いきなり早見もこ、まだ小田切城の方がまだ。もこみちだったらギリいけるかな。いや、いけないですよ。いや、ドラマの東京タワー見てないな。まあこんな感じですね。橋優さん出てたんだ。いや、まあだからこれはね、実際ドラマこれどうなんだろうね。これが配信されてる頃にはもう始まってんのかな、うん、そんなに経ってないか。小田切城の奥さんって貸優。そうです。あ、そう。じゃあ映画版で小田切城がやって、ドラマ版では貸優さんが出てると。なんかあんのかね。まあ、とりあえずちょっと早くは気になりますけどね。本物、まあね、ちょうどまあまあ絶対分かってはいるってことですよね。ちょっとね、ほんといい作品だけにね、うん、頼みますよ城島さんリーダー。そこだけはね、はい、お願いしたいですよね、本当にね。はい、はい、というわけでね、ドラマの方も楽しみにしておきましょう。よろしくお願いします、はい、さあ、それでは今日の一ネタご覧ください。どうぞ。はい、どうも、青春ライスボールです。よろしくお願いします。お願いします。あ、え、かんちゃん何やったっけ。あの、僕らまだまだ青春期でね、夢や希望はいっぱいあるんですけども。そうや、そうやな。で、どうやったっけ。いや、あの、僕なんかは、カンカンカン、ありがとうございました。あの、どうや、あ、いや、何やったっけ。ちょっと、カンちゃん、あの、いや、あの、いや、カンちゃん、もう終わってんで。いや、まだまだ、こっからや。いや、こいつネタ飛んだくせにめちゃくちゃ度胸ある。どうも、ありがとうございました。